皆さんこんにちは。今回のトピックはインプットシステムを使ったジャイロ入力です。最近ゲームパッドを使った FPS や TPS のゲームでいわゆるジャイロ入力に対応しているケースが増えていると思います。ゲームパッドに内蔵されたジャイロスコープを使ってこの傾ける動きを操作系に使うというものですね。これを Unity のインプットシステムで扱うにはどうしたらいいのかという疑問が個人的にあったんですが、実際に試しに作ってみたので、ここで紹介してみたいと思います。同じ疑問を持っていた方の参考になれば幸いです。まずは使用するゲームパッドですが、今回はたまたま手元にあった DualShock 4を使うことにしました。おそらく他のゲームパッドでもデータの仕様さえわかれば同じようなアプローチで対応できると思います。Unity のインプットシステムは標準で DualShock 4に対応していますが、残念ながらジャイロ情報の取得には対応していません。この部分はカスタム拡張で対応する必要があります。このカスタム拡張についてはすでにチャレンジしている先人がいらっしゃったので参考にさせていただきました。このアプローチをベースにしてさらに深くインプットシステムにインテグレーションさせてみた形になっています。このカスタム拡張はジャイロインプットテストという GitHub リポジトリに公開しておきました。概要欄からリンクしておきます。DualShock 4を持っている方はぜひ試してみてください。このカスタム拡張のコードについて軽く説明しておきましょう。インプットシステムのカスタマイズにはいくつかのアプローチがあるんですが、最も使いやすいのは JSON で拡張定義を記述してオーバーライド設定する方法だと思います。この JSON はこの DualShock 4 GamePad HID っていうオリジナルのデータレイアウトをエクステンド、拡張するよっていう内容のものになっています。そしてデータの13バイト目から VC3S フォーマット、つまり16ビットショートの3次元ベクトルでジャイロデータが入っていますよというふうな記述ですね。そして X、Y、Z の各要素の定義が続くって感じです。ついでに、スケールを使って X 軸と Y 軸を配転させて、軸の方向の違いを直していますね。ジャイロデータに続いて、アクセロメーター、加速度センサーの定義も行っています。これも X、Y、Z があって、軸の判定を行っています。最後に、レジスターレイアウトオーバーライドを使って、この JSON をインプットシステムに読み込ませています。拡張されたデータをインプットデバッカーで確認してみましょう。こうやってパッドを傾けると、ジャイロに各速度データが出てるのがわかるでしょうか。単位はよくわからないんですが、静止状態ではほぼ0で、回転させると値が一応出てくるので、各速度であることがわかりますね。X、Y、Z の各軸も一応値が出ているのがわかると思います。パッドを動かすと、こう加速度センサーが反応しているのもわかりますね。またこうやって静止状態にすると重力加速度が Y 軸に現れているのもわかると思います。まずはこのジャイロデータをそのまま使ってオブジェクトを回転させるサンプルを作ってみましょうか。最初に用意したのはジャイロデータを回転量に変換するヘルパー関数です。まずここに謎の定数がありますよね。これはデータ上の数値を角度に変換するための定数です。ただこれ適当に勘で決めたので間違ってるかもしれません。ジャイロデータの正しい仕様がよくわからなかったので、まあこれはしょうがないです。正解を知っている方がいたらぜひ教えてください。で、この定数と前回からの時間の差分を使って各回転量を求めたら、それをオイラー角としてクオータニオンに変換するだけですね。次はスタートとアップデートですね。基本的にはアップデートの中でジャイロ入力を積分していけばいいんですが、ここではさらに精密さを求めてパーフォームドコールバックの中で積分を行うようにしています。というのも、デュアルショック4は4ミリセカンド間隔でデータを送ってくるので、1フレーム中に何回もデータを受け取ることになります。アップデートの中で値を取ると、取りこぼすデータがかなり出てきてしまうんですよね。精密さを求める場合は、こうやってコールバックの中でデータを処理するのがいいでしょう。これでパッドの回転が取れるようになりました。ですが、この段階ではまだいくつか問題があります。
一つは絶対角が取れていないというか、要するに相対的な動きしか取れていなくて、絶対的な姿勢を取れているわけではないんですよね。ジャイロから来るデータは角速度、つまり傾きがどれだけ変化したかという差分の情報だけなので、絶対的な姿勢を推定することはできません。二つ目の問題はドリフトです。ジャイロから来るデータには誤差があるので、時間とともに誤差が蓄積されていくという、いわゆるドリフト問題が発生します。こう、ぐちゃぐちゃぐちゃっと動かしてから元に戻しても、元の姿勢に戻らずに、だんだんずれていってしまうんですよね。これらの問題を解決するのに鍵となるのが、重力加速度です。先ほどインプットデバッカーを見たときに加速度センサーに重力加速度が出ていますねという話をしましたが、これがこの6軸センサーの中で唯一絶対の存在として基準になりうる要素なんですよね。そこでここではひとまず加速度センサーには常に重力、つまり鉛直した方向へのベクトルが現れているという仮定を置いて補正処理を書いてみたいと思います。僕が書いた簡易的な補正処理はこんな感じです。まず先ほどと同じジャイロ回転量の適用が最初にあります。次に加速度センサーを読み取って、これをグラビティとしています。一応ヌルチェックしてダメな場合は適当なベクトルを突っ込んでいますね。次にフロムトゥローテーション関数を使って補正回転量を求めています。先ほどのグラビティベクトルに現在の姿勢を適用したら、それは鉛直した方向になるはずなんだけど、そうじゃなかったらこのベクトルが鉛直した方向になるように回転するフロムトゥーローテーション、クォータニオンを求めなさいよという、そういう処理ですね。で、この補正回転をそのまま適用してしまうと強すぎるというか動きが硬くなってしまうので、回転量を弱める処理をここで行っています。これちょっとしたインチキテクニックなんですけど、クォータニオンの W 成分って回転量が少なくなるほど1に近づいていくっていうルールがあるので、これを増やしてからノーマライズすることで回転が浅くなるんですよね。ここでは適当な数値をかけて回転量をいじくりつつも、デルタタイムで割ることで経過時間を加味させるという変な処理を行っています。数学的には変な処理なんですが、まあ簡単な記述で任意の回転をいじくることができるんで、まあ便利ですね。最後にこの補正量を加味した形でトランスフォームを回転させています。こうしてできたサンプルがこれです。一応ちゃんと絶対姿勢が取れていて、傾けて戻せば、まあ、ちゃんと戻ると。こうぐりぐり動かしても一応元通りになります。まあかなり原始的な処理なので、もちろん問題はいろいろ残っています。例えば加速度イコール重力という大胆な省略を行っているので、パッドに加速度が加わっている間は補正が怪しくなります。こんな感じで激しく振ると姿勢がひっくり返っちゃうんですよね。もう一つの大きな問題は、要角度、Y 軸回転について補正が何にもないというところです。基準として使っているのは鉛直した方向のベクトルだけなので、縦軸回転については感知できないんですよね。なので、要角については一度ずれてしまうと直す方法がありません。こうやって静止状態にしても微妙にドリフトで回転してしまっているのがわかるでしょうか。だんだんこう右側が上がっちゃってますよね。この要角補正については6軸センサーの永遠のテーマというか、ドライバー側で解決することは不可能なので、アプリケーション側で知恵を絞る必要があります。プレイヤーはだいたい正面を向いてプレイしているだろうという前提を置いて、 Z プラス方向にゆっくりと寄せていくような補正をかけるのが、まあ、いいんでしょうかね。スマホなんかでは地磁気センサーを使うという手もあるかもしれませんが、まあこの手のゲームパッドでは不可能なので、やっぱり前方向に補正をかけていくというのが無難なのかなと思います。こんな感じで今回は Unity のインプットシステムでジャイロ入力を扱うというのをやってみたわけですが、いかがでしたでしょうか。ジャイロの面白さもありますが、インプットシステムが簡単に拡張できるというのも分かっていただけたのではないかと思います。今回はジャイロ入力の受け口を作っただけで、実際の操作系の実装については触れていませんが、もしジャイロを使ってこんな操作システムを作ったら面白いんじゃないかみたいなアイデアがありましたら、コメント欄に書き込んでみてください。ジャイロの他にもこういうデバイスをつなげてみたら面白いんじゃないかとか、このデバイスをインプットシステムにつなげるにはどうしたらいいのみたいなコメントも受け付けています。
また今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけますとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。